この動画では、コミュニケーションスキルとしての開始時質問の使い方を紹介します。初心場面では、開放型質問を用いた問診の開始が推奨されています。一方、同じ質問の言葉を用いたとしても、文脈によってはその意味合いが変わり、患者にとっては答えにくくなることもあります。つまり、より良い診療のためには、特定の言葉をただ使うだけではなく、文脈に沿った工夫が大事になります。では、その開始時場面における文脈とは、どのようなものでしょうか。まず、医師が開放型質問を用いた際によくある例をお示しします。今日はどうされましたか？頭痛がひどくって、ちょっとお薬が効かなくなってきたので、まあ、職場の上司からも行っておいでって言われたので、来てみました。医師が来院理由を知らないということを示唆した開放型質問に対して、患者はその要点を答えています。スムーズに応答が成立しています。では、ここに書かれたような問診票を活用した診療場面において、開放型質問を用いると、どのような変化が生じるのでしょうか。今日はどうされましたか？さっきの問診票にも書いたんですけど、頭が痛くって仕事にもならないぐらいで、どこに行っても異常がないって言われてちょっと困ってる感じです。問診票の存在と開放型質問の意味とのアンバランスさのせいで、患者にとっては医師による問診票内容の把握状況が不明瞭となり、何を話すべきかについて迷うかもしれません。また、ひょっとしたら問診票をちゃんと見ていないのかも、と医師に対して小さな不満を抱くかもしれません。では、どのように対処すれば、そのアンバランスさが解消されるのでしょうか。問診票を読ませていただきましたが、はい、お困りの内容をもう一回簡単にでいいので教えてもらってもいいですか？はい。3年前から締め付けるような頭痛があって、それが2年前からひどくなったんですけど、どこの病院行ってもこう異常がないって言われて、最近薬も効かなくなってきてしんどいなっていう感じです。問診票の受け取りと、問診票への記載内容も含めて患者にもう一度語ってもらうことの要請の2点を前もって伝えると患者は自由に話しやすくなります。他の質問デザインを用いた際にはどのような文脈が生じるのでしょうか。開放型質問と違って閉鎖型質問ははい、いいえの返答を求めるので患者からは自由な語りが生じにくく開始時質問としては不適切であると考えられています。今日来られたのは頭痛ですかね。はい。3年前から。そうですね。閉鎖型質問のみでは一般的には問診が広がりません。しかし、問診票の併用で閉鎖型質問を使った文脈は変化することがあります。今日来られたのは頭痛ですかね。そうですね。うん、昔からまあ時々頭痛はあるタイプやったんですけど、うん、2年前から特にひどくなって、うん、まあ最近ではこう仕事をするにもちょっとしんどくって、うん、もう休日もこう外に出たくない感じが続いてます。うん、閉鎖型質問が、はい、いいえの返答を求めた質問としてではなく、問診票への記載内容の確認、共有作業として認識されることで、問診票が情報の土台となり、患者はそこに記載していない内容から語りやすくなります。古くから言われていることですが、このような医師からの一見、些細に見える配慮の積み重ねは、診療を効果的に進めるための重要な要素となり、良好な医師・患者関係の構築に大きく影響します。これらを医療面接スキルとして解明し、
確立していくことを我々の講座では目指しています。皆さんも意識してみてください。きっと日常診療が変わってくると思います。